EA Sports. It's in the game.前節チームは見事に勝利しています。ここは連勝を狙いたいですね。さてあいにくの雨模様となってしまいましたが、これが両チームの戦い方にどう影響するのか注目したいところです。さあ試合が始まります。まずはミランのキックオフです。スソ、味方につなぐこともできます。スソシュートするもこれは決まりません。残念そうにしています。惜しいチャンスでしたね。中山雄太ボールを持ちました。何をするんでしょうか。ロドリゲス、リカルド・ロドリゲス、ここはサイドへパスを出します。ロドリゲス、どうする、ボールをダッシュ、寄せが早い、キーパーにパスを戻します。三好浩二、遠藤啓太、中山雄太、ビグリア、ミラン有利、その声がやはり多く聞かれます。ロドリゲス、素早くボールを返した、三好浩二、中山雄太、ひとまず前に出しました。スソ、ボールを中盤で奪いました。体を当てて取る、奪った、ボールを運びゴールに襲いかかります。遠藤啓太、三好浩二、ハンドです。ちょっと軽率だったかもしれませんね。中山雄太、板倉滉、
このパスは鮮やか。ミランがボールを取りました。ビグリア、一度後ろに戻します。中山雄太、ボールと人がうまく連動しています。このボールは通しません。ボールをサイドへ振りました。危険な位置です。緊張感が増してきます。すぐ攻撃に切り替えたい。パスをつないできましたが、ここで奪われました。狙ってきたぞ。難しいシュートでしたが、枠を外れます。キーパー飛び出して見事ボールを奪いました。勇気ありましたね。なかなか出ていけない場面ですよ。AC ミランのコーナーキックとなります。前方に運びました。前半終了で0対0。試合は動かないまま後半戦へと向かいます。ハーフタイムとなりました。何かうまく噛み合っていないという前半でした。そうですね、ちょっと何かズレがあったような感じがします。何もしないうちに前半が終わった印象があるので、後半はきっちり修正してゲームを盛り上げてほしいですね。ホイッスルで後半のキックオフ。これはうまいインターセプト。攻撃を断ち切りました。中山雄太、遠藤啓太、板倉滉、非常にプレーの連携がよく取れているチームです。試合外の様子を見ていても、うまくいっているチームというものは表情が違いますね。福西さん。はい、監督と選手の間のコミュニケーションがうまく取れている証拠ですよ。選手も何を求められているかをしっかり分かっているようですね。
抜けた。いい組み立てだったんですが、ボールを奪われましたね。板倉滉。ゴール中山雄太。打ってきた。このシュートはディフェンスに止められます。決まった。ゴール。リードを奪いました。相手チームはショックを隠せません。このままの戦いを続けることができればいい結果につながると思いますが、気を張りすぎず気を抜かないことが大事ですね。そこにいましたか。これだけゴールに近いと確実に決めてきますね。後半になってようやく試合が動き始めました。いい形でゴール前まで持ってきました。板倉滉、中山雄太、遠藤啓太、ここはサポートがあります。いいタイミングでカットしました。少しは楽になりましたね。板倉滉、フロントの努力でしょうか。できるだけ同じ出身地のプレイヤーを集めることで、言葉の壁はもちろんですが、同じ意識を持つのは楽になるでしょうね。そうなんですよ。やはりコミュニケーションの問題は大きいですよ。遠藤啓太、板倉滉、今日はパスの成功率も高そうです。はい、ミスが少ないのは評価できますね。サイドからの攻撃を狙います。マテオ・ムサッキオ。観客のボルテージは最高潮に達しました。ホームチームにとって大切なプレーとなりそうです。このチャンスをものにして試合を確実なものにしたいですね。キーパーからのゴールキックに変わります。さあカードを切ってきました。板倉滉、しまうのでしょうか。板
板倉滉、中山雄太、素晴らしいポジショニングと視野の広さでボールをカットしました。格上のチーム相手にここまでよくホイッスルが鳴って試合終了。スコアは1対0のまま試合終了となりました。試合終了です。福西さん、どうご覧になりましたか？そうですね、敗戦とはいえ格下のチームは胸を借りる立場ですから、ここまで食らいつけたのは自信になったでしょうね。